はい。ってことでね、次回じゃねえわ。前回ね、このね、黒いスーツのとこやったんで、今回ね、鬼組やりましょう。これでね、番外編。というかまあ、鬼武者終わりとします。じゃあ、やっていこう。早速ね、やっていきましょう。鬼組。なんかかっこいいよな。地平線に。地平線が見えつつ4人がいるっていうね。一番見えるのが、エケイとマゴイチっていうね。おゆうも顔わかるけども。ジュベなんもわかんねえよ。鬼にかき消されてるわ。じゃあやっていきましょう。ランキングってなんだろう。ランキングとかなかったよね。キャラクター。なんかすげえバッテン書いてある。B って書いてる。×の形が B になってる。なんだこれ。全。4、5、6、8、7、8、10。何ステージあるんだろう。まあ、結構あるみたいですね。よっしゃ。ああ。ジューベと仲間のキャラクターを操作しながら敵を倒して進んでいきます。で、ステージの敵をすべて倒すと、R3 を押すとキャラクターセレクト画面。ジューベと本編中の交代イベントで発生させたキャラクター。どういうこと？交代イベントってなんだ？ちょっとよくわかんない。エケイとか、オユーってこと？マゴイチとかやってないもんね、交代っていうか。自分が触ってないキャラクターができないっていうのであれば。俺ができるのエケイとオユーだけじゃない。やっぱり！そういう感じか。どここれ？やべ、なんかどんどん減ってってる。確かに減ってってるな。これ、うかうかしてられねえぜ。何これ？これやっていいの？そもそも。これ、うかうかしてられねえって言ったけど、別に。はい。行こう。わかんないけど、すげえ食らってる。やばい。あー、これ、俺、下手だ。で、ポイントも稼がにいけんから。これ難しくね。あ、ほら。お。一斉で簡単だな。これカウンターくせえ。一斉成功率とか書いてあったもんな。お、ブライト。おう。フィランギ。オイルの武器も使える。なるほど、ここ回復ポイントだ。じゃあ早速ブライトに変えていこう。あ、しんど。あれ、ちょっと待って、なんかあるぞ、持ち物。これみんなの分だ。どっちがどっちだろう。俺が持ってたのは赤と、赤がオユーで、黄色だったっけ。じゃあ緑がマゴイチで、青がコタロウかな。どうでもいいけど、もうどうせ手に入んないし。てか、高尾のお母さんの場所はさ、お母さんの場所だからこそか？チェックポイントは。ちょっと待って。これやばい。これ苦手な。お。は？は？何？は？待て。わかんねえ、わかんねえ。おい。敵がわかんねえな。は？ちょっと待って。敵わかんねえが。おい、待て、こら。どっかにいんのよ。待て。わかんねえ。ちょっと待って。何したらいいのこれ。おい。ちょっと待って。は？エケイだ。エケイで。関係ない。なんかすげえよ。ずっとグイグイやってるけど。は？ちょ、待って、マジわかんない。マジわかんない。助けて。やばい。
あ、マジ助けてくれ。助けてくれ、マジわかんねえ。えぇ、ー、ダメじゃん。追いつけ。ヒントがあるはずだ。ちょっと一旦回復摂取も戻して。は？何かを倒さないといけんねん。は？マジでこれいけないの？いけない、もうわかんないよ。待てって。来た。来てねえし。何すんの？お、死ぬぞ。お湯で行こう。行くわよ。行ってくれ。下校下校。キャセラこうやって間引いていくしかないか。これ殺せんの？殺せないじゃん。は？わかんねえわ。来た。バシャバシャなってるの全員殺せんの？きついぞこれ、しんどすぎる。オッケー。どこだよ。来た。なあ、つらこれ。しんどいしんどい。あ、でもちょっと回復してる。なんだそれマジで。つらかった。カエル全員殺さ。こういう無理無理。泳いでいこう。で、何だこれ、食らう。なんか変なやつが食らってたけど。やばい、これまずい、これまずいっす。どうしたらいいんだ。なんでお湯は回復してたんだ今。お湯で通ったからか。エケは死ぬそう。じゃあお湯で行くしかない。はい、これで、これ辛すぎるだろ。マイクボタン押して R3 ね。 R 押す、 R3 押す、 R3 押す文化ないわ。もう出た、ドタバタしてるわ、ほんと。で、あった。ちょ待って、まあ、死ぬぞこれ。やっぱ一番よく使うから死にやすいのか。エケで入ってエケ回復するか。これでエケ回復したでしょ。ちょっとはしてる？わかんねえ。エケはなんかいる。いけよ、このね、吹っ飛び玉がやりやすいね。はい。オッケー。オッケー。はい。ほら。ほら。で、これで間に合うかな。あ、違う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 、マジでやめてくれ。違う、お肉も落ちてきた。これでけえぞ。よし、まだいる。うわ、びっくりした。バカ、めっちゃ怒ってる。お湯に変えよう。ここお湯に変える。なんだよ、すげえ耐えるからか。
待て、あぶね。エケ死ぬ。10秒だけや。3か連打。ほら、あ、そうだ、あぶね。ちょっとつらい。いくらなんでも中間くれ、中間もういいだろ。中間くせー、ありがてー。で3つあるよ。薬草、あ、薬草ありがてー、マジで神アイテムかよ。標準層、あとなんだ、エケかな、エケじゃんって困るけど。牢が来ない、もう絶対もう小太郎やん。こんなところでネタバレされて、まあいいけどさ、ネタバレっつうかさ、マジかよ、あんなかっこいいもん持ってんの。でここで一番使いやすいのエケ、この中だとエケが投げ払い持ってるんでやりやすいんじゃないかなと。他にアイテムない？薬草って共通でしょ、さすがに。あ、よかった、買っとこう。これさすがに無理だよ、使うとやってられないよ。なるべくこいつらでいかんと。しんど。あ、待って、あ、そっか、回復するんだ。鬼組むずすぎる。キャラクターが少ないからさらにしんどい。よし、残っていこう。待て、落ち着け。よし、早くれ。ダメか、ダメだ、もうこれはね、お湯は道が、てかまあ新たな道が出た時のチェックポイントとして。よし、どけ。おい、じゃあ戻って先か、めんどくさ。どこどこ、これ東操作むずいんだっての。おい、遠い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 、あーあああ、近いよ。いや、遠。あ、ちょっと待って、あ、ここにはアイテムある。ちょ、回復あるから。これ、AKで回復して。次行こう。次を、お湯で行く。死ぬから。よし。あー、しんど。戻らさせるな。今、日本語合ってた。うわ。いや、これもエケでぶっ飛ばしていくわ。いや、ぶっ飛ばしていく。いや、ちょっと待って、俺ダウンダウン。これね、ドアラがあるとすげえ楽なんだけどな。くそ、よりによって。やべ、あっぶあー。キューベチェンジ。マジマジマジ、なに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 。いや、これ両方とも、待って、10秒取らせよう。間に合うか、これいける、次取れ、この距離だったらいける。で、入る、10秒で入る。よし、これでだいぶ楽じゃないか。ん、嘘嘘、マジか、よりによってじゃん。ここはちょっと待って、エケ死ぬの、今のこの攻撃食らうと死ぬから。行くわよ、行くわよ、おい、はい、せよ、はい、
これはまずい、これまずい、ちょっと待って、死ぬ死ぬ、おーゆう死ぬ、待って、あぶー、よっしゃ、これでいこう。これしんどいな。こい来いって、早く早く来いよ、マジかよ。はい、来てくれ。まずい。おゆうは、いや、これ終わっただろう、これ。終わったよな。あんか早く取る気なかったんだけどな。あー、やめて。あ、生きていた、普通に。え、意見は死ぬって、これ。ナムさん。いや、これ、むずすぎるやろ。これ、ラストダンジョンかな。早いわ。いなんだそれ。ちょ、これキャラいねえと無理じゃねえか。はい、まあまあまあ、え、全然2840、これどんぐらい、ちなみに回数10。いや、これ無理。ちょっと全キャラついないとこれ無理だよ。やば、でもすげえな、1位の人。お湯と、1位の人っていうか、まあ、これ、多分、このゲームの開発人やと思うけど、さすがに、設定上。これは無理だ。ジューベとお湯だけでここまで行ったの。どうやったんだよ。ちょっと俺じゃこれ以上無理だわ。ちょっと特訓するわ。こればっかりは。まあ、ただ、ちょっとね、不甲斐ないけど、これで最後にしたいと思うんで、お疲れ様でしたってことにしましょう。お疲れ様でしたってことにしましょうってなんだ。はい、もう無理なので、まあ僕の記録をね、突破できるように頑張ってくれ皆さんということで、皆さん、もういいわ、まあもう皆さん言い過ぎや、もうまとめるね。はい、鬼武者2、タイトル名前は、タイトル何やったっけ、あれあの人の名前、松田優作対織田信長軍ということでしたけれども、最後にこんな不甲斐ない形で終わってしまって申し訳ないですね。はい。まあ、終わりは終わりなんで。皆さんありがとうございました。まあ、番外編もこれで終わりという、終わりです。全部終わり。鬼武者終了。じゃあ、別のシリーズお楽しみ。バイバーイ。しまらんな。ぐだぐだすぎるわ。